栄養用の養身ゼンマ米はゼンマ米科の多年生シダ植物、山野に生える。水気の多いところを好み、渓流のそばや水路の脇などによく出現する。根茎は短く、斜めから立つ。葉は高さ0.5から1メートル。新芽は綺麗な渦巻き状で、その表面は綿毛で覆われているが、成長すると全く毛はなくなる。葉は2回浮上複用。シダとしては、 切れ込みが少ないタイプに属する。栄養用では、個々のコバは、幅広い楕円形っぽい三角形で、先端は丸く、表面に艶がなく、薄い質である。胞子用が独立し、栄養用より高くまっすぐに立って、棒状のコバが並ぶ。稀に、栄養用の一部に、胞子脳が出る場合があり。これを、派前米として区別する説もあるが、偶発的なもののようである。 新芽の外観はやや小ゴミと煮る。北海道から沖縄まで、国外では、カラフト、朝鮮、中国からヒマラヤまで分布する。左、ゼンマイ中、オーバヤシャゼンマイ右、ヤシャゼンマイアメリカには、姉妹種のレガリスゼンマイがある。ゼンマイに煮るが、胞子用が独立しておらず、栄養用の先端の右辺に、胞子脳が厚く。ゼンマイ属は世界に十数種、日本には五種があるが、 そのうちでヤシャゼンマイはゼンマイにごく近縁なシダで、外見は非常によく似ている。異なる点は、葉が細いことで、特にゼンマイの小右辺の基部が丸く広がり、耳状になるのに対して、はるかに狭くなっている。また、植物体も一回り小さく、葉質はやや厚い。日本固有種で、北海道南部から九州東部にかけて分布する。生育環境は、はっきりしていて、 必ず渓流の脇の岩の上である。ゼンマイも水辺が好きであるが、渓流のすぐそばには出現せず、ヤシャゼンマイとは住み分けている。蒸気の特徴は、いわゆる渓流植物の特徴そのものであり、そのような環境へ適応して種分化したものと考えられる。なお、この領主が生育している場所では、両者の中間的な方のものが見られる場合がある。これは、両者の雑誌と考えられており、 大葉や斜線米をインターミディア杉本という。その形や大きさはほぼ中間であるが、やや変異が見られるという。また、胞子用は滅多に形成されず、できた場合も胞子は成熟しないらしい。渦巻き状を呈する新芽はい葉は佃に、おひたし、ごまえ、煮物などにして食べる。かつての山里では、棚田の石垣に一面に生えていた。 春の芽生え前に草刈りをしておけば、鎌で収穫できたという。山菜鳥のマナーでは、ゼンマイには男ゼンマイと女ゼンマイがあり、男ゼンマイを取ると、その後再生しなくなるため取ってはならないとされている。新芽が平面上の螺旋型になる。その表面には綿毛が被さっている。スプラウトとして食用にするには根元を折り、表面の綿毛を取り去り、小葉をちぎって軸だけにし、 茹でてあく抜きし、天日に干す。干し上がるまでに何度も手もみをして、柔らかくし、黒いちりめん状の状態で保存する。天日で干したものを赤干しと呼び、松葉などの焚き火の煙でいぶしたものを青干しと呼ぶ。また、韓国料理では、ナムルの材料として使われる。東北地方では、ゼンマイの綿毛を使った織物もある。ゼンマイの新芽を採取した後、食用の茎と綿毛を分離するが、 その綿毛を集めておいて、ゴミを取り除き、天日でよく乾燥させておく。夏頃に90度程度で蒸し上げ、それを乾燥させ、真綿や水鳥の羽毛を混ぜ合わせて、糸を紡ぐ。縦糸、横糸のどちらかに、綿糸や剣糸を用い、もう一方に、前述の混合糸を使って、布を織る。ゼンマ米の布は保温性や防水性に富み、また防虫、防火ビ効果もある。 ただ2013年現在では、折り手があまりおらず、今後、全米折りの布を入手するのは困難になると思われる。全米の綿毛を綿として使う、全米の綿、手まりや布団に使われる。大きな株では、針金のような黒っぽい根が、海場になる。これを、オスマンダと称し、園芸用の培養剤として用いる。新芽の渦巻きから、平面の上の渦巻きになっている形状のものを掃除て、 全米と称する。全米バネがその代表例で、これのことを省略して、全米ということもある。シダとしては、長通っているので、何々全米という風に、シダ類の普通名詞として使われる例もある。全米の語源としては、千巻に由来するという説。千巻であり、巻いた姿が古千に似るからとの説がある。ありがとうございます。